RS-27 は1971年にロケット台によってデルタ2000からデルタ6000までのデルタロケットの第一弾用として開発されたガス発生キサイクルの液体燃料、ロケットエンジンである。RP-1 と液体酸素を燃焼室内で燃焼することによって 1023KN の水力を生み出す。 1972年から1990年まで108回の打ち上げに使用された。RS-27 エンジンはミサイルで使用された、メガバイト -3 を置き換えるために開発された。1990年までデルタロケットシリーズの各機種で使用された。デルタ7000シリーズのエンジンは効率が高められ、RS-27A として識別され2000年までより、 水力が高められた RS-27C と並行して使用された。RS-27 はそれ、自体と11個の小型の補助ロケットで構成される。主エンジンと補助エンジンは飛行中に機体を回転させたり方向を変えるために、水力変更と傾斜のために、蝶子外で吊り下げられる。 燃料を燃やしたガスでターボポンプのタービンを駆動するガス発生機サイクルのエンジンである。液体酸素のターボポンプは最大出力が回転数 7085rpm で 1900kW に達する。燃料用のターボポンプは液体酸素用と同軸で回転するので回転速度が同じで出力は 1289kW である。エンジンは 毎秒 250kg の液体酸素と 111kg の RP-1 を消費する。燃焼室とノズルは耐熱鋼と壁面内に形成された水を燃料が循環する再生冷却により冷却される。この概念は第二次世界大戦中にすでに存在し、現在の航空機でも燃料を油圧系の加圧に使用する例がある。燃焼室の温度は3。 摂氏315度に達し燃焼圧力は4.8、んぱに達する。ありがとうございます。